<laughs> えー、ベアサンデーの設計思想をライブレイと比較して理解するというタイトルで発表させていただきますエキシイド株式会社の正岸と申しますよろしくお願いいたします <laughs> アジェンダですまず、えー、ベアサンデーについて概要を説明した後に、えー、設計思想と MVC フレームワークとの違いを解説していきます、えー、そしてその後実際にコードを見ながらライブレイト比較していきます <laughs> ウェアサンデーについて概要をお話しします。ウェアサンデーは PHP のウェブフレームワークで API 中心の REST フ l アプリケーションを提供することを目標として作られています。制作者はコーリアムさんという日本人の方です。もしかしたらこの会場にもいらっしゃってるかもしれません。<笑><笑><笑>次に設計思想についてです。ララベルなどモデルビューコントローラーの MVC パターンではなく、 リソース、メソッド、レプレゼンテーションの RMR パターンというものを採用しています。RMR パターンはご存知でしょうか ?MVC パターンと比較しながら解説していきます。まずは MVC パターンについておさらいです。クライアントからリクエストが来た際に、ルーティングからコントローラーに情報が渡され、必要な情報をモデルを介して、データベースから取得して、ビューに渡して、レスポンスを取得します。 次に RMR パターンについてです。まずはリソースからご説明します。リソースは RESTful システム内のオブジェクトであり、一位の URL で識別され、各 HTTP メソッドに対応するパブリックメソッドを持つオブジェクトです。MVC と比較するとコントローラーが含まれてるモデルのようなイメージになります。次にメソッドについてです。リクエストは対応するリ,クエリソースにルーティングされて、 ゲットやポストなど各 HTTP メソッドが実行されます。これによりレストの思想に沿った設計ができるため、よりレストの力を引き出すことができます。MVC に当てはめるとコントローラーのように機能します。最後にレプレゼンテーションについてです。リソースはレンダーラーを介して、レプレゼンテーションとしてクライアントに公開されます。 リソースをワイヤー化、ワイヤー形式に具体化したもので MVC と比較するとビューのようなものです。設計思想が分かったところで実際にララベルを、ララベルとベアサンデーのコードを見比べながら理解を深めていきましょう。<laughs> トゥードゥーアプリの動きをイメージしてスラトゥードゥズというエンドポイントにゲットリクエストを送りトゥードゥー一覧を取得する流れをララベル、ベアサンデー双方で見ていきましょう。まずはララベルのパターンです。 トゥードゥーリストを取得する URL にゲットリクエストを送ります。その後、ルートにて指定されたコントローラーのメソッドで振り分けられます。コントローラーは受け取ったリクエストを元に必要なトゥードゥー情報を取得するため、モデルを介してデータベースから情報を取得します。取得した情報をビューに渡してレスポンスとして出力します。こちらが MVC パターンのラ,ラベルでの動きになります。次に BearSunday のパターンを見ていきましょう。 to do 一覧を取得する url リクエストはえ対応するリソースへと振り分けられます url と http メソッドにより1のリソースのメソッドが特定されますルーティングはデフォルトではディレクトリの階層構造に表現されていますパブリック公開される html ページやページリソース db などインフラレイヤーに近いところはではアップリソースへとえ使い分けています m v c に例えると アップリソースがモデルの役割を果たしページリソースがコントロールの役割を果たしていますこちらのページリソースでアップリソースから取得した情報をエンダーラーを介してレプレゼンテーションとして介します以上が基本的な処理の流れになります自分が初めてベアサンデーに触れた時のキャッチアップ方法についてご紹介いたします基地の概念と照らし合わせながら処理を順に起こすと えっと、書面の流れがイメージしやすかったです。また、公式ドキュメントのチュートリアル等を参考にしながら、とにかくコードを書いて動かしてみることが大事だと感じました。まとめです。レアーサンデーは MVC パターンとは異なる RMR パターン。HTTP をプロトコルとして扱うリソース指向で、URL に対して1位のリソース、HTTP メソッドに対してリソースのメソッドが実行されます。 はい以上になりますご視聴いただきありがとうございました。